なこと君とお揃いがいいなんて、ああこれが恋なの、映画音楽君だけ気のせいじゃないとか嘘を Oh, yeah.
と思います。イエイイエイ。ピンク色担当音川ウルです。ウルちゃん。はい、オレンジ色担当小崎カンナです。カンナちゃん。はい、いいよ。はい、白色担当の橋です。ミユ。はい、青色担当星野森美久です。美久。はい、緑色担当平山です。マカニー。はい、赤色担当赤月マリンです。マリン。ということで、私たち今日2本目です。イエーイ。さっきね、見てくださった方が今もいるっていうことは、もうミスティアの虜ってことですかね。おー、ちょっとちょっと無言にならないでよ。無言にならないでよ。嬉しいな、ね、2本目もいてくれてありがとうございます。ありがとうございます。今ね、3曲ぶっ通しでやったね。ね、ね、倒れちゃうね、みんな倒れちゃうね。ね、ちょっと曲が分かんなくなっちゃったね。勘違いだった？勘違い、あれまあ、2文字かなと思ったんだけどさ、うん、手話だと思ってた私、うん、あの2文字だった。しょうがない、しょうがない、しょうがないね。お願いちゃった。実は手話だよね、次のね。そうだね。そう、手話をもう一回やります、うん、なので座ってる方みんな立って、ま、もっと前に来てね、一緒に踊っちゃおう、一緒に踊ろうっていう。こうやってかわいいじゃん、シワ。割り近いじゃん。こういうやつね、こういうやつ、ね、でも2回目の人ちょっと覚えたんじゃない？覚えたんじゃない、ね、こうやって、さっきもやってくれてたしね、うん、で、 できるはず、ね、カメラ構えてくれてるね、方もどんどん撮ってもらって、かわいく撮ってくださいね。かわいくね。もっと前の方来て撮ってもいいんですよ、真ん中からとかね、うん、端っこからじゃない、上からでも大丈夫だよ。上から撮って、ね、盛れる角度、上の方が盛れる角度。かわいくミスティアを収めてください、ぜひね。じゃあ盛り上げ役誰にしてもらおうかな。さっきカンナちゃんやってもらったから。そうだね、ミユだね。ミユだよ、ミユ。ミユだね。ちょっとなんか耳に変な落書きされてるけど、どうした？そうそう、耳いいよ。皆さん盛り上がってきますか？イエーイ。あ、でも多分もっといける、もっといける。盛り上がってきますか？イエーイ。すごい、野外は優しいね。優しい、野外優しい、優しいね。やだ、優しい、優しい。ありがとう、ね、ありがとう。みんなの名前も覚えただろうし、そうだ、ね、最高に盛り上がって思い出を作りましょう、ね、うん、ましょう。そうね、初遠征の思い出。そうだね、初遠征の思い出。みんな真似してください。次の曲聴いてください。シュワシュワ。Baby
過ぎたよ。春はこの青春を春は君に捧げよう。でも行かないなら離れちゃうかも。でも作戦だけどね夢中。あーさあ行くぞ。終わりま、終わってしまいましたね。あれ、あ、終わりやいね。じゃあまたライブ来てくれるかな。またライブ来てくれるかな。はい、約束ね。もうみんなが覚えたから約束ね。ミクピレーダーが発生してるから、今ミクピレーダーこうやって発生してたからね。いつの間にそんなの。いつの間に。ということでね、うん、今日は名古屋初遠征ライブ盛り上がってくれてありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。ちょっと、ミクピーじゃあ一人だけ聞くわ。今日どうでしたか感想。あ、私ですか。そう、ミクピー一人だけ。すっごいとっても楽しかったです。あの野外の皆さんめちゃくちゃ優しくて声をねみんな出してくれて本当にね、ありがとうございました。また来ます。小学生かな。ありがとうございました。この後物販があるのでぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。以上、私たちがミスティアでした。ありがとうございました。